皆さん、この日は誕生日の記念に日間賀島に行ってきました。日間賀島は愛知県内にある島で、フェリーで行くことができます。他にも愛知県には島があって、ここの港から船が出ていますが、今回は日間賀島行きのチケットを買いました。今回はコロナウイルスにかかっていたので、動画を投稿するのが遅くなってしまいました。ウクライナでも2回感染したことがありますが、今回が一番辛かったです。船にはたくさんの人が乗っていて、だいたい 70% ぐらい席が埋まっていました。船用の御朱印も売っていました。私は御朱印を集めているので、こちらも後でいただいてきました。船の2階はより気持ちよくて涼しかったです。海はとても綺麗で、天気も良く、風がとても気持ちよかったです。ついに島に着きました。日間賀島に着きました。日間賀島はタコが有名みたいで、港の近くには大きなタコの像がありました。待合室の中に地図がありました。1時間もあれば島を一周できるみたいです。東湖の近くには信号機がありました。信号機は日間賀島はこの1台しかないみたいです。タコだけじゃなくて島のりも有名みたいです。タコの串や揚げ物、タコ飯のコロッケを食べました。ゴミはご飯を買ったお店が回収してくれました。ウクライナでは普段あまりタコを食べないので、とってもいい経験になりました。
空気が強くて気持ちよかったですが、太陽がとても強くて暑かったです。ビーチは島の方が綺麗で、水着を持ってこなかったのを後悔しました。すごくいい景色のブランコがあったので乗ってきました。ハイジのブランコとして夢みたいです。海は反対側だとさらに綺麗でした。日間賀島からは他の島や本島がよく見えました。道路のあちこちにかわいいポスターが貼ってありました。なんと道路のすぐ近くの海をエイが泳いでいました。島からは他の島と大きなパイプでつながっていました。この日はマーケットはお休みでした。たくさんの船があります。でも今日暑すぎるです。めっちゃ暑いです。今日自動販売機のためお金が。すごい。島の反対側にはたくさんの船が止まっていました。あまり見たことがない珍しい通りも見てとてもびっくりしました。神社や大皿が何か所かあり、お参りをしてきました。御朱印も置いてありました。こちら側も少し雰囲気が違いましたが、眺めがとっても良くて最高でした。西湖の近くまで来ました。
ビーチもとても綺麗で、海水浴を楽しんでいる人たちもいました。とっても羨ましかったです。お寺でもご支援をいただくことができました。最後のフェリーの便で本島まで帰ります。夕日がとても綺麗でした。帰りは2階の席に座れたので、たくさん景色を見ることができました。フェリーはすごく早くて、日間賀島がすぐに小さくなりました。YouTube のことを伝えたら手を振ってくれました。
あっという間に着きました。この日はとても暑かったけど、すごくリラックスできて、とても良い日にちでした。皆さん、船がすごく揺れましたけど、風が強くて気持ちが良かったです。また行きたいです。皆さんも機会があれば日中島に来てみてください。他の島もおすすめです。